ビクトル・エリセ・アラスは、スペイン・ビスカヤ県出身の映画監督、脚本家である。短編映画を除けば、エリセは1969年の長編監督デビューから3作品しか監督しておらず、とても過作な監督として知られている。1940年、バスク地方のビスカヤ県カランサに生まれた。幼少時に、一家で、ギプスコア県サンセバスティアンに引っ越し、 そこで17年間暮らした。6歳の時に初めて見た映画は、ロイ・ウィリアム・ニール監督のアメリカ映画、ヒーローの爪である。少年時代には、ジョン・フォード、ハワード・ホークス、マイケル・カーティス、ビクター・フレミングなどのアメリカ人俳優の映画を好んで見た。中等教育を終えると、首都マドリードに定住し、マドリード大学では、政治学と法学を専攻した。 1960年にスペイン国立映画学校に入学して映画制作を学び、在学中にはクアデルノスであるテイペンサミエントシアヌエストロシネシで映画評論を行っている。1963年に失われた日々で監督資格を得た。アンチ・ヨンエ製サ監督やミゲル・ピカソ監督と共同で脚本を執筆。 1969年にはオムニバス作品、挑戦の最終章を担当し、監督としてデビューした。1973年には長編第一作、蜜蜂の囁ささきを取り、同年のサンセバスティアン国際映画祭でグランプリに輝いた。この映画はスペイン内戦終結直後のスペインの農村部の精神状況を的確に表現しており、批評家のトニーラインズは、 ミツバチの囁きを忘れられない気持ちの作品と表現した。その後はコマーシャル映像を手掛け、なかなか第二作を撮らなかった。1983年にはアデライダ・ガルシア・モラレスの短編を原作とする長編第二作エルスールの脚本と監督を務めた。前作同様に少女の成長をテーマとしたが、プロデューサーのエリアス・キレヘタは物語の後半部一。 3をカットした。カンヌ国際映画祭で高評価をされるも、カンヌでは今村翔平監督の奈良山節公が作品賞を受賞した。1992年の長編第3作、マルメロの陽光は画家のアントニーオ・ロペス・ガルシアについてのドキュメンタリーであり、カンヌ国際映画祭の審査員賞と国際映画批評家連盟賞を受賞した。2002年には数人の監督が それぞれ10分の短編を監督したオムニバス映画10ミニッツオールダー人生のメビウスに参加。ジェフ・アンドリューはタイムアウトフィルムガイド誌で10ミニッツオールダーにおけるエリセの作品を実に見事であると賞賛しもっと頻繁に作品を撮ってくれるといいんだがと付け加えた。スペイン国内外でのエリセの作品の評価はほぼ全開一致で熱狂的である。2007年には マドリードのポンピデューセンターでアッパスキアロスタミ監督との映像による往復書館ビクトル・エリセアッパスキアロスタミ書館展が開催された。2010年にはカンヌ国際映画祭の長編部門審査員を務め初めて映画を審査する側に回った。ありがとうございます。